DJ 프리바카.
するとお名前入ってたりしませんでした。私だけ野望をね、入れさせていただきます。なんか、入れてるのかなと。提灯やしね。はい、はい。なんかこう、振るなり。そうそうそう。あ、刺すなり。刺すなり。好きな時にこう。飲むなり。あ、こういうのも。もしよかったらグラスに後ろにコースター、数あると思うんで、置いていただいたら。で、これで、これで飲んだらいいってこと？今の飲みかけますか。あ、そうですか。じゃあせっかくストローなんでね、そうです使っていただいて、私全部触ってますけどね。これ貼ってるんで、ね、僕舐めてきました。全部舐めてます。嘘ですよ、嘘です。はい、今日は本当にね、初めてのワンマンライブということで、このメンバーではそうですね、2年ぐらいですかね、まだ、はい、このメンバーで5人で歌ってるのは2年ぐらいなんですけれども、アカペラをまあ始めたこう期間っていうのはもうみんなそれぞれもう皆さんご存知のように大もう奥さんもエアーで、エア奥さんね、あの好きだそうなのでエア奥さんやらせてもらいました。もう分からへん、全然分からへん、エア奥さん。はい、はい、もう本当にね、アカペラの大先輩から、はい、ございません、もずっとね、彼も長いことねやってますね、きっとエアいいですよ、もうね話してますからね。でね、もう本当にワンマンライブをこうやってやらせていただく機会を本当いただきまして、皆さん本当にありがとうございます。ありがとうございます。で今日ね、こちらの会場にね、はい、初めて来た方もいらっしゃると思いますし、アカペラ初めて聞くという方ももしかしていらっしゃるかもしれないんですけれども、うん、最後までお付き合いいただけたらと思います。ゆったり見ていただけたらと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。この注意事項といいますか、演舞場って踊るだけ、まあ、どうぞ、ね、お手洗いそちらになってますんで、すぐいつでも行っていただいて結構ですんで、行っていただいて、あとちょっとね、窓がないので息苦しくなったりするかもしれないんですが、その時はこちらエレベーターもしくはこちらちょっとすぐ外に出れますので、息苦しくなったら出ていただいて、ちょっと、はい、すごいたくさん来ていただいたんで、どんどん酸素が薄くなってくるかもしれないので、まあ、一番危ないのここっていう、ああここです、ね、まあ、ここが一番危ないかもしれないですけどね、本当、はい、お気遣いなく、ゆったり見ていただけたらと、はい、あとコップももしかしたら、コップグラスグラスグラス、ちょうどねコースターがに人数の数だけあるということなので、はい、置いていただいて、伝えていただいたらと思います。あと何でしたっけ、あとね、今日屋台をねご用意したかったところなんですが、1点だけ今日アップアンドロールさんの屋台がね、10食限定でございまして、チキンローストチキン、スモークチキン、スモークチキン、全然違う、さっき言わないだろ、あ、それそれなんです、これね、めちゃくちゃ美味しい、さっきからみんなでいただいて、お酒のあてにすごくいいですね、めちゃくちゃ美味しいね、スモークチキン、はい、スモークチキンのフルーツソース添え、あえ崖崖
手作りのスモークチキン、柔らかくてすごく美味しいです。めちゃくちゃ美味しいですよね。チーズとね、フルーツソース、フルーツのソースがぴったりです。どうですか、柏って今食べるそうです。めっちゃ美味しいよ、ほんまに。僕さっきも感想言うそうです。めっちゃ美味しい。実食だけなんですが、よかったら、はい、休憩も途中で20分休憩いただきますので、その時にもよろしくお願いします。はい、はいはい、続きましては、はい、何でしたっけ、ジニーを歌ったんですが、はい、こちらもアジアの、はいね、はい、少女時代いう感じやもんね。すみません。誰も笑えない。すみません。ユナって感じやもんね。ほんまやわ。ユナほんまや。中の人。中の人。中の人。若いね。みんな同じ顔してた。そうですね。はい、あの歌姫の歌を。あれ、そうですね、アジアのね、アジアの、はい、今はなき、アジアつながり、今はなきテレサテンさんのナンバーを一曲お届けいたします。ワン、ツー、トゥルル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 、私リードコーラス歌ってしまいました。違うのに、すいません。すごいな、びっくりした。今まで初めて、初めて何百回歌って初めて。その顔がびっくりした。あか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 、これあかあ、頑張ります。ワン、ツー、トゥルルルルルルルI'm not afraid to die.
それさえ捨てることも構わない。ほらお願いそばに置いてね。今はあなたしか愛せない。たまに言われます。あ、そうですか。このちょっと下の子になります。まあまあ、はい、よく言われます。ありがとうございました。しっかりと聞いていただきました。はい、はい、これはね、アジアの感じで、ね、少女時代と、はいね、はい、少女時代が韓国で、はい、テレサテンは台湾、台湾なんですか ね、 ね、もう亡くなって20年ぐらいなるんじゃないでしょうか ね、 ですよ ね、 ね、 ね、なんかちょっとこうね、しんみりしてしまいましたか。大丈夫ですか。大丈夫ですよ。お祈りだからついてるやん。そうです、今日秋分の日、ね、ですよ ね、はい、今ね、お彼岸のさなかにも来ていただいてもすいません。忙しいありがとうございます。もたくさん来ていただいて、ね、ね、もうこちらでね、よくあのイベント先日も出していただいたりとかしてしたんですけれども、いつもお世話になっております。本当に、ね、大丈夫ですか。前の方ちょっと圧迫感ないですか。すごい、その ピンクのこれ何ですか。うん、ナイスかわいい。すごい気になっててん。カバン、カバン。あ、内緒。枕なんや。内緒、わかった。いい、でも見えてる。はい、ありがとうございます。はい、今度はね、日本のアイドルのバリバリちゃいました、うん、次はね、あ、間違えた、アカペラー。今日どうしたの私。はい、そうそう、はい、アカペラ、今日、まあ、アカペラでお届けしてるんですが、はい、生声で歌をお届けしてみたいと思います。はい、これも、はい、これ中国なんでしょうね、場所はそうですよね。あ、これけど日本のことがそうですよね。リコーラン、はい、完全見れますけどね。めっちゃ見れますね。何か見れリコーランさんってご存知ですかね。リコーランさんが歌われてなかったですか、はい、きっとですよね、はい、山口よし子さん、はい、いろんな方カバーされてる、すごい名曲、はいはいはい、なんと前半に生声でお届けしたいと思います。はい、I'm sorry.
いろんな人がね、カバーを、うん、そうですね、本当にね、して、うん、私初めて聞いたのは、チャギアンドアスカの、ああ、やってましたね、はい、やってましたね、はい、なんかお彼岸にぴったりなのか、ね、なんかこう、熊ですわね、気分的にこう、ほわっとした感じにやっていただけたらなと思いました。はい、はい、はい、ポンポン、まあ、アジアの歌姫をこう、ね、そう何かお届けした後に、やっぱりこの人が一番のアイドルやろということで、はい、お届けする皆さんご存知のみんなも大好きなはず僕も大好きです、ね、はい、松田聖子さんの曲をメドレーでお届けしたいと思います、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。やっぱり聖子やで、やっぱり聖子やで、ね、松田聖子な、うん、今でも可愛いですよね、あの人、あの人51ですよ、あんな50歳びっくりするよね、可愛いよ、さやかより全然可愛いよねなことない、さやか顔でかない、僕よりでかいんちゃうかなと思う、そんなことはないと思います、いや多分僕よりでかいと思うわ、いやいや、松田聖子がもうね、僕松田聖子一回ね生で見たことあるんですよ、あのめっちゃ前なんですけどね、私ってブスだったのってドラマしてます、93年にやってた、1900、それのねちょうど撮影を新宿の桜屋ってわかる、電気屋さん、新宿の桜屋の前で撮影をしていて、めっめちゃくちゃ可愛い、めちゃくちゃちっちゃい、めちゃくちゃ顔のちっちゃい、めちゃくちゃ色の白い人だ、中野に誰や、松田聖子ちゃん、めっちゃ可愛い、言うた覚えがあります、ね、今日も聖子ファンがたくさん来ていると思いますので、一緒にね、はい、歌っていただきたいですね、はいはい、ね、何曲つないでいるか、はい、数えていただけたらと思います、結構つなぎましたね、結構つないでます、そして全て原キーで、はい、原曲キーでつなぎました、はい、松田聖子の通りにやりたいと思います、ハードルが、そんなことないです、忘れましょう、忘れましょう、はい、忘れました、忘れました、よろしくお願いします。ワン・ツー・ワン・ツー・スリー、ドゥ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 、私の影は暗闇の風に乗って走るわ、ああ淡い風君に似て走れ、トゥトゥトゥ、あの島へ、
聖子ちゃんね、うん、あの今でもねあの大阪城ホールなんかでコンサートを、うん、そう先生行ってはる行きましたよこの間30周年 ね、はい、もう2ね一緒に行きましたね30周年ね、はい、2 days 満席にしてしまうという大阪城ホールをですよ2日間満席ですよすごいすごいなあ私らもねアッパーロール満席ですがね あ, ありがとうございますありがとうございます、ね、お願いしたかのようにねもうねありがとうね、ありがとうございます。ね、セブちゃんすごいですよね。はい。ね、私らもぜひ大阪城ホールで。はい。ね、そのうち。そうですね。ね、できるようにね。そのうちって言うてるっていう。ね。次はね、今度は演歌のアイドル、演歌界のアイドルと言いますか。そうですね。おぼこのアイドル吉田明子が歌い上げだからフルネーム言う必要はあったんだろうお待たせいたしました吉田明子の吉田明子がどこにでもいる名前で、ねね、はい歌います、はい、あのお祭り気分満載で、はい、今日はお届けしたいと思います、はい、あれ違うの、うん、そう言ってますよ、ね、はい、はい、天城声を聞いてください。つづらを追い常連の高
たと音を超えたいシャバダバダバダアメギーロイI'm not afraid to die.